ソロキューやべえかな。一回ちょっとノーマルでテストする。ノーマルテストするか。リスナー参加だなんて俺ほぼほぼしねえでしょ。こういう時ぐらいな。リスナーさんご協力よろしくお願いいたします。1が4つお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。まあランク結構バラバラだけど、とりあえずやってみようか。32歳無職実家住みおるな。さあ行ってみましょう。レッツゴー。ノーマルなんでね、パッパパッパと行きましょう。ミッドで何してみようかな。ノーマルな、何が俺できんのか、何ができんのか。今あれじゃない、あの流行りのあれやるか。こいつ、こいつ行こう。いやトップ運用の方がいいのかな、さすがに。でもまあ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 、ルーンがこうで羽化かな。でマナフローバンドと確か こっちなんだよな、思考なんだよな。なんでこれ強まる嵐じゃねえんだろうって思ったんだよね。まあいいか、普通のおすすめルーンで行ってみようか。今そっち何時ですか？ノーマルです。これノーマルです。リスナーさんにご協力をお願いして、ノーマルでちょっと試運転を。なるほど。今2時か。昼の2時。平日の昼の2時に見に来てくれてありがとうございます。感謝します。親父がスキューバーをしたいみたいなことを言ってたから、スキューバーにも行くんだけど、スキューバーはさすがにツイッチから借りて、機材で海の風を浴びるとさ、機材の中腐るからサビサビになっちゃうからさ、持っていけないんだよね。とりあえず俺が帰るまでにあともう一回、プラン的にはゲーム配信をあと一回、セグウェイ配信を一回やれたらなぐらいこんなところまで来てゲームかって感じだけどね。女性綺麗な人多いよ、本当に綺麗な人。銃まだ撃ってない。銃は母さんが撃ちたいって言ってたから、もしかしたら撃ちに行くかも。配信しながらっていいのかなYouTuber とかで撮ってるやついるよね。さあちょっと全画面にしますよ。コメントはあれで見ます。スマートフォンで見てますんで。さあ多分、あーコラプトじゃないのかな、典型じゃなかったもんね。これコラプトでいいの？典型じゃないのにコラプトでいいの？あ、そうなんだ。リサンドラなんて使うの久々だな。おい。前の人の設定とか残ってないはずなんだけどな。これランク無理かな、ちょっとラグすぎるかな。え、じゃあどうする、あれにする、今流行りのパッキン無料のサブスクライブカスタムする。サブスクライブ稼ぎに走る、金稼ぎに走るか。やばい、どうする、そうするか、サブスクライブカスタムする。じゃあこういう時にしかできないもんね。普段俺しないし、痛いから帰ろうかな。じゃあマジでちょっとそういうなんかリスナーと交流するような日にするか。こういう時ぐらいななんか考えてやりましょう。あなたたちとロルを、あ、BO4 俺もやりたいんだよな。BO4 はさ、いろんなゲームがこれ入ってるんだけど、あの、あれなんだよね。さすがに BO4 はまだ入ってなかった。めっちゃゲーム入ってるよ。どこだこれ。
絶対車庫近くにいたらその動き、うん、いるいる、それいると思うよ。俺もサブスクライバーカスタムでもいいんだけど、レート制限とかの儲けをどうしようかな。そんな違う、なんか言ってる人はいいけど声を抑えてるだけなんだけど、しかもなんかこのヘッドセットがいいかもわからん、もしかしたら。うーん、なんかスキルの手遅っこれ一発目ランクいかなくてよかった、マジで本当にね、ランクいかなくてよかったな。でもなんかリサンドラおもろいわ、斬新で。で、この賢者石ってアビサルマスクに行くんだっけ、なんかビルドがちょっと短期気味に進むんだっけか。それはビクターの話だっけ、普通に AP に行っていいのかな。ランクが無理だよこれ。ベルト初手なの ?What? やったらそれ。あー。そうか、ベルトか。なるほど。待ってろ、ボット行ってるからな。ブリッツ結構ロームしてるから。ブリッツって敵か？いや、違えわ、これ。そうか、敵にも味方にもブリッツいいのか。そう、カスタムってそういうことが起きるのか。なるほど。あいつのやめろ。いいよな、でもこういうなんか環境がさ、よくね、大学のさキャンパス内にさ超高スペック PC が置いてあるさ施設があるんだぜ。でこの横にさジムあるんだよ、ジム最高じゃねえか。ええよな。おっそ、くそ遅い。ナイス、ボット。アンカー合わせお化けだな、このチャンプ。使ってみて思う。お前、イグナイトないでしょ。危ねえ。ギリッギリやん。ヘルスなんぼだよ。なんていうの？でかいスクリーンもあってさ、そこに今、フォートナイトのあの配信者が映ってるね。超人気の人。で、ソファースペースもあるわけよ。ソファースペースは、なんかあれだね。これ、一回ロア行っちゃうか。なんかマリオカートがあったり、コンシューマーのパーティーゲームが置いてある。で、そのスペースと、あとね、なんかね、テラリアが起動してある、横がバカ長いモニターがあるスペース。テラリア専用モニターは、それは嘘だけど、なんか、あの、なんていうの、レースゲームとかする用のさ、モニターが置いてあるスペースとか、いろいろね、ジャンルによって分かれてんだよね。やべ、これ CS。Thank you, subscribe. ありがとうございます。待ってね。ケネコちゃんさん。2回継続、Thank you. ありがとうございます。Thank you, thank you, thank you. ボットいい感じに勝ってるじゃない。素晴らしい。Yo, ボット、グッドだ。ダボー今日。ブーン。ハワイのお土産プレゼント企画お願いします。お土産プレゼント結構ね、考えながらやってんだけどさ。持ち込み系が意外とあって、果物とかもなんか際どかったりするんだよね。意外とめんどくさい。ドラゴンの。いったか、ナイス。敵を倒しました。なんかいろいろあるんだよね。サプリ系とかも結構、あの、規定があるし。あと、まあ。普通にナイス、あれがな、
エナジード液体系もさ規則があるし、あと普通になんかね、あれビーフジャーキーもダメっぽいね。ビーフジャーキー普通に好きだからさ、買いだめしとこうかなと思ったんだけど、ダメでした。どこ俺、瓶169はやばいよな。なんか普通にハワイの方がさ NA のサーバーよりもマシなんかなと思ってたけど、全然そんなことはなかったね。これ俺死ぬんじゃなくて、やばやばバカ、一番何が美味しかった？何だろうな、何が美味しかっただろうな。あのね、パンケーキは別格だよ。いや別格っていうより、日本にいてパンケーキを食う機会がないからパンケーキの標準がわからないけど、ハワイで食うパンケーキはうまいね。何がなんかハワイのいまいちかっていうと、これハワイに限らないんだけど、上こっちだろ、ここ、nope. ここ、nope. あのね、チーズが日本人の味に合わん。 What? すんげえ味濃いんだよ、めちゃめちゃ味濃くて合わないね。なんかね、その飲み物とかもカルピス1個にしても、あの、なんていうの、日本人に合う合わないのさ、あれがあって、海外のやつってね、なんかね、カルピス美味しくないんだよ。濃いの。リンゴジュースとか、オレンジジュースにしても、なんか美味しくないやつがあったりして、もうチーズはそれが、もうすっげえ出る。もう日本人の嫌いな味。これやれ、ブリッツやれ、引っ張れ、死ねぞ。あ、靴買ってねえわ。すげえ。出ない出ない出ない、あカンジクス大暴れなんだけど、ウォー、まあでもあれがしたい俺は今。何がしたいって、ロルのランクとコットしたいわ。コット一応ハワイ行く前に 2,3 時間したんだけど、かなり面白かったんだよな。あのゲームさ、スクエに絡んでないで 4,000 だったら多分爆流行りすんだけど、現状だと入るかどうかわかんない部類なんだよね。値段やべえよ、8000円って。ちょっとうってなるもんな、買うとき。ラストとかさ、リフトだっけ？スチームに売ってるちょっと流行った2000円ぐらいのゲームだったらさ、ポンって買えるしさ、しかもスチームだったらあれなんじゃん。なんかいまいちだなと思ったらさ、売れる機能。あれがないでしょ、ブリザード独占配信だから。それがきついよな。味方がタワーを破壊しました。
EC バトロは流行ってるって言えんのかあれやってる人はちょくちょくいるけどさ、やっぱりフォートナイト規模がなんか真の流行ってるって感じじゃない？ブーン、ナイス。今やデトネーターって、ブカのリクス触りすぎだろえげつねえなデトネーター4人でなんか一つのタイトルを流行らせることができる力がある。夫とかもなんかあの4人で工夫すれば普通に流行りそうな感じする。でまあちょっとあのセグウェイ配信するっていう話をしたけど、それをするんだったらちょっとなんかね、多分君たちがね起きてない時間帯になると思うなんかビデオか YouTube にもまとめると思うから、そういうので見て、あのね多分ね超早朝とか超深夜とかきついと思う見るの。こっちで言う昼だと君たちもう超早朝なんだよね。今こっちが7時20分。そう、なんか親父が驚いてたよ。この前のなんか、ダイヤモンドヘッド登ります配信、1000人ぐらい来てた、来てくれたよって言ったら、お前のリスナー、大学生とニートしかおらんのかって言って、かもわからんなって言って、もうグーの音も出なかったね。そうやろうなって。俺もあの時間帯に1000人も来てくれると思ってなかったから嬉しかったね。外配信でそんな来てくれるのはセンキューです。セグウェイ配信も時間あったら見てください。こういうなんか外に出るとアウトドア配信もいいなと思うけど、日本に入って夜配信がその生活ルーティンの中に入るとしなくなるんだよな。センキュー、ありがとう、協力してくれてありがとうございます。面白かったリサンドラ、たまにはいいな、確かに。